で、まあ、緊張っていうのはまず自然なことだっていうことですするのはだからね緊張はダメなことだって思って何とかしようと思うと実はますます緊張してしまうんですなぜかわかりますか緊張ということにフォーカスしてるからです 人はフォーカスしていることつまり自分が意識を向けることに、えっと、エネルギーを注いでます意識を向けてるわけだからね意識を向け例えばなんか誰かから見られてると何か感じたりしませんか視線をねそういう目には見えないですけど何か見られてるっていうのは何かを感じるそれと同じように自分が意識を向けてることっていうのはある意味そこに思いを送ってるわけですねということはその出来事は大きくなります だから緊張にフォーカスするんじゃなくって緊張というその緊張はダメだダメだと思って緊張をやめようやめようと思うと緊張にフォーカスしますからそうではなくてて緊張を終わらせていくやり方っていうのがあるわけです,、ねまあ、すごいシンプルに言えば今にフォーカスするっていうことなんですけれどもそのやり方がいろいろありますのでそれをやりながらどうなるかっていうと。 緊張ののエエネネルルギギーーがプラスのエネルギーに変わります緊張ってしない方がいいと思ってると思うんです皆さんでもね違うんですよ緊張しない時っていうのはねうまくいかないことが多いです私はあの東京 FM の「タペストリー」という番組をあのラジオ DJ ずっとやってたあの後半ですね最後の時にやらせてもらってました今はあの住吉美樹さんがやってらっしゃる東京 FM の「ブルーオーシャン」という番組になってますけれどもあの枠をねやらせていただいてた時にその時々緊張感が全く持てない日っていうのがあるんですねそういう時どうなるかっていうとね頭が動かないんですよぼーっとしちゃってでインタビューしててもね質問が浮かばなかったりとかね あのまあ、当時ファックスとかメール頂い,いてましたけどその読んでもお返しする言葉が浮かばなかったりとかだから緊張っていうのも一つのエネルギーじゃないですか悪いものだと捉えなければねだからそのエネルギーを使えばいいんですはい <laughs>、えー、そうやって緊張をね扱っていきますそれからアソストねねちなみに、ねあ アフターねあのどういうふうな変化がありますかってひろゆきさん聞いてくださってますけどあの緊張できたら OK 準備できたなっていう感覚になっていきますはい、えー、心を開くというテーマもやりたいですで心をね開いた方がいいなんて誰でも知ってると思うんですよね心を閉じてた方がいいと思う人はいないと思うんですねただじゃあ自分は心が開いてるのかって分かります 誰でもね、閉じてるつもりないと思うんですけど、周り見てみたらどうですか心開いてるなーっていう人ってそんなに多くないと思います。じゃあ自分はどうかわかんないんですよね、自分のことってね。あと、ま、見えませんからね、見えたらいいんですけどね、心、なんか心スコープとかってピュッて見たら、扉の開き具合が何パーセントとか見えたらいいんですけど、そうじゃないからわかんない自分で。でもね、人のはなんとなくわかるんですけどね。 それから具体的に何をすることが心を開くっていうことなのかっていうことも分かんないと思います私も分かりませんでしただからこそ心を開くって何だろうっていうことに向き合ってきたんですねねその自分はどうなのかじゃあ具体的に心を開くっていうのはどういうことなのかこの心を開くっていうのはあのコミュニケーションの基本となります これは1対1だろうが1対大勢だろうが一緒なんですね。自分のことを好きになってくれる人がいたら、あ、この人なんとなく僕のこと私のこと多分好きだなっと思うと、なんかその人のこと好きになりませんか逆もそうですよね。あの人私のこと嫌いそうだなと思ったらなんとなく自分も苦手だなって思う。どういうことかっていうとね、自分が心を開くと相手も開いてくれるんですよ。だから、 自分が開いていったらいろんな場が変わっていきますそれをねやりたいですそれから自分を大切にする話し方相手を大切にする話し方、えー、これねあの今日ああの最初に言いましたけれどもこの両方が大切ですそれから自分の心の聞き方相手の話の聞き方 あの話の聞き方っていうと人の話の聞き方だけだっていうふうに思われるかもしれませんけれども自分の話ってどれくらい聞いてますか皆さん自分の心の声ってどれくらい聞いてますかこの自分のことをどれくらい聞いているかということと相手のことをどれくらい聞いているかというのは実は同じです。 自分をよよくく聞聞けてる人は相手もよーく聞けます逆に自分の話自分の心を聞けないと相手の心も聞こえてきにくいっていうことが起こりがちだと思うんですね。ですから聞き方っていうのを自分を聞くということと相手を聞くということのこの両方から、まあ、実は同じことなんですけれどもあのやっていきます。でね、自分は話聞 聞ててるとと思いいますかかちょっと聞いてみようかな私は人の話は聞けてると思いますっていう方どれくらいいらっしゃいますかはい今、えっと、い1ページ目だと、えっと、何割ぐらい ?2 割ぐらいの方ですかねはい私もそう思ってましたよはいなんせこういうことをお伝えしてるしねだけれども何回もですねああ聞けてなかった で、また聞けるようになったって思うんですよ。で、やっぱり聞けてなかった。で、また聞けるようになったと思うんですよ。本当に聞けてないってもうね、もうまだまだ聞けてないっていうね、もう何回も来るんですよ。つい最近も来ました。まだ聞けてないなって。で、実はこのね、終わりがないと思います。聞くっていうことには。究極、 相手が何にも語らなくても聞こえてくるんだと思います。究極ね。ね。そこまででったらすすごいですよ、ねうん、ちなみに最近ね自分が聞けてないって気が付いたのはある人のお話を私と、まあ、友人と2人で聞いてたんですね。で私に聞こえてきたその人のお話とその友人に聞こえてきたその人のお話っていうのが全然違ったんですよ。 私には聞こえてないことが友人には聞こえてたんですあそこまで聞こえるんだってそれはまあ行間を読むということだったりこ言葉の奥にある思いをどれだけ聞けるかってことですよね皆さん自身どうですか自分の思ってることをどれぐらい言葉にできてますか ね、心で100を持ってる時に言葉で100言えてるっていう人ってほとんどいないんじゃないかなと思うんですね。ということは相手も同じなんですよ。相手も100を持ってた時に言葉になるのが5だったり10だったり20だったり30だったりするわけです。ところが私たち不思議なことに自分はそうなのに相手は相手が言ってる言葉を100で受け取るんですよね。でなんでそんな言い方するのとかえそう言ってるってことはこうなの かね、でなかなかその言葉の奥にある真意というものを聞き取ろうっていうことをついつい忘れがちになっちゃうんですよねだから聞くっていうことは本当に奥が深いことでそれをね一緒にあの私もまだまだです一緒に学べたらなって思ってます、えー、そして、えー、話し方に関しては分かりやすい話し方人を楽しませる話し方 思いを伝える話し方人前での話し方この辺りを、ね、やりたいなと思ってますえっと分かりやすい話し方と人を楽しませる話し方ってちょっと違うんですね分かりやすい話し方ってやっぱり結論を先に言うとかねだけど人を楽しませる話し方ってどうですかね小説とかの結論先に言われたら全然楽しくないですよね あこれはあの最後に、まあ、主人公が「えーっとまあ、結婚するっていうお話です」って言われてそれであるカップルの恋愛話とか聞かされたら全然楽しめないじゃないですかつまり話す順番が全然逆なんですよでそんなにあに分かりやすい話し方っていうのは型がありますし人を楽しませる話し方っていうのもある程度の型があります それから思いいいを伝える話し方っていうのは型は型ないです今度はさっきの自分の心をどれだけ聞けるかっていうこととつながってくるんですけど自分のね心にこしゃべらせてあげるっていう感じなんです。分かりやすい話し方ってどっちかっていうと頭を使って思考的に話すことが多いと思うんですけど思いを伝えるっていう時は思いですからね。このの自分の 思いなんかいもうちょっとこうしたほうがいいですか今頃になってなんですけど自分の思いにこ,こっちね心に喋らせてあげるんですこっちじゃなくてそれはこっちを聞くことだしここに言葉を与えてあげる感覚なんですねでこの時に恥ずかしいとかなんかこんな感情を出して喋るのは私っぽくないとか そういうセルフイメージがめちゃくちゃ邪魔をします。<laughs> うん、特に男性。例えばね、ある男性がね、あの、ちょっとこ,こもった話し方されてたんです。それはなぜかというと、うわ、あの歯が見えない喋り方だったんですね。ちょっと私、あの、割とこう歯が見えがちなので、こう、あえて押さえて喋りますけれども、こういうふうにです。唇って、 あのミュートの役割をしてくれるんですね。で、今歯見せないで喋ってるとどうですか？これだけで音質って随分変わりますし、あの聞き取りにくくなりますよね。で、その方はそれがお悩みだったんですね。それであのまあ、まあそれは唇がミュートしてるなっていうのはこう見てすぐわかるんですよ。で見てすぐわかるんですよ。とか言ってなんか自慢みたいだね。やらしかったね。ごめんね。<laughs> そうまあ、でもわかる。わかったんですね。で。 な、唇を見落とされてますよと。えー、な、なんででしょうねって言ったら、お父様に、男は歯を見せるもんじゃないって、教育されてきたって。だから、昔からこう、もう、歯を見せないでこうやって喋る。ちょっと大げさですけど、こうやって喋る、心の筋肉を固めて喋る癖がついたって言ったんですね。で、もう <laughs>、こうやって喋ってくださいって言ったんですよ。<laughs> そしたらね、 今まで自分で聞いたことがない声が聞こえるでしょ。やってみたくなったでしょ。やっていいよ、やっていいよ。<laughs> ちょっとね、こうやって喋ってみてください。歯見せて。そしたらね、自分の声の聞こえ方が変わるのって分かります自分の耳に違う声が聞こえてくるでしょ。じゃあ、その方びっくりしちゃってね。だけどね、歯見せるのにすごい抵抗があるんですね。うん。<laughs> ね、あの、えっと、何の話してましたっけあ、思いを伝えるね。 思いを伝えるっていうことは、まあ、心を開くってこともつながってくるしあの唇とか顔が開いてく顔が開いてくってなんだって感じですけどでもやっぱりね心が開くとね表情に表れるんですよ豊かになるんですよ私はちょっと顔が動きすぎぐらいかもしれませんけれども <laughs> あの感情に合わせてこう顔のね筋肉も 動いていいんだって自分に許可を出せると動き始めるんです。で、顔の筋肉をね、ブロックするとどうなるかっていうと声って出にくいんですよ。すごく、えー。固めちゃうとね、声出ないんですわ。 でね、これずっとやってるとどうなるかっていうとですね硬くなったものは重くなって下がっていくんですよねこれでこういう、ね、<laughs> ちょっとねこういうのあるとですねあの悪口言っちゃうみたいだけどちょっと政治家さんにそういう顔が多いのはですねどっちかっていうとこう顔をねグッてこう作ってある意味本心を読み取られないようにとかね、まあ、そういう,こう気持ちとかでね頑張ってる思いもあるのかなと思ったりしますね。 でそのね、結局心と体は当然ねつながってますから自分がこうした方がいいこれが正しいこうするべきだと思ってるとちゃんと体はその通り動いてくれてますなのであのこうやったらもちろん声は出ますよだけどいつもこうやってしゃべるわけにはいきませんねということはここのブロックを解除してあげる必要があるんですでそのブロック解除するっていうのは心なんですよ あ、はあ見せてもいいんだってなった時にここが緩み始めるんですねでこれさっき言ったマイナスの方ですだけどプラスの方は何かっていうとここのマッサージをするとかそういうことですここがガチガチなんですよでねこう,こうやってねこうやってさ痛いさするんですよこうこうこうないあの頑張って人と笑顔で接し,しようと思っている人は痛いと思います。 かか彼のね、お風呂の中でグリ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 やるんです。それだけで声が出ます。あそういうのいっぱいあるんですけど、うんとあ、思いを伝える話し方でしたね。それで、その思いをそうやって伝えていけたらいいなと思いませんかねそれからね、うんと、質問力は、こんなことやってたらやばい。あもう40分だ。質問力を上げる。質問力を上げるっていうのは、あの質問ってすごいんですよ。 質問ってすごい。だって今日私がこうやってお話しできるのも皆さんが質問してくれてるからでしょ、まあ、まだ3つぐらいしか質問読んでないけど。<laughs> でも質問してくれるから話せるんですよ。すごくないですか質問って。で、あの、ソクラテスのサンバ法ってご存知ですかソクラテスっていうのはこう質問、哲学家ですね。質問することによって相手にこう気づきを生んでいったわけですね。質問ってすごいんですよ。相手が、 フォーカスしたことのないところにパーンって光を当てる、スポットライトを当てるようなことなんです。すごいギフトだし、すごい自分に対してその質問力を向けることができたら、自分に気づけるし、相手の方もそうなんですよ。でねやっぱりそのインタビューをしてて一番嬉しい瞬間っていうのはね、そういう質問ができた時ですね。えっ,って、そんなこと聞かれたことなかった。 で「その方が初めて自分と向き合うわけですですああこういうことかもしれない」って言われた時にすごいなんかこう「あそういう質問をさせていただけてよかったな」ってそんな会話ができてよかったなって感じますねそういう体験をねみんなでしていきたいですよねそれから人前での話し方これはねもうねパフォーマンスですある種のねある種のあのね 映映画を上映する、まあ、ある種映画監督であり映画のなんか上映期になる感覚なんですよどういうことかっていうとね映画ってこのスクリーンに映しますでしょでもねお話しするっていうのはこの3次元のね空間の中に空気振動で絵を描いていくような感覚なんですそれはオーケストラを指揮するような感覚だったりあのね本当に声のこうだって 映画って光で投射してるじゃないですかお話はね空気振動でねそこにね見えない映像を作り出すような感覚なんですよすっごくもうなんか天までそびえてるんじゃないかっていう雲を超えた高いビルがありましたって言ったら見えませんかビルが これね、今私の心がここにビルを見てたんです。雲を見てたんです。それをね、声で表現するとね、<laughs> 聞いてるね、あの、方にもね、それが見えるんですよ。面白いんですよ。はい。えー、っと、それから会話力を上げる。会話はね、実はある意味スピーチより難しいですよ。だって自分のペースで話せないですもん。相手は好きなペースで入ってきますからね。 でも、その科学反応を楽しみながら、会話というものを、今度は一人じゃない。みんなで作っていくっていうね。その、その場で作品を作っていくような、そういう感覚なんです。はい。ああ、面白いんですよ。これね、みんなでね、話すのって面白いねって。 えどっちかというと今ここに話し方教室に興味を持ってくださってる方はそれが恐れだったりちょっと苦手意識があるかもしれないんだけどうわ話すことってこんな楽しかったんだっていうねそういうふうに思ってもらえたらねすごいいいなって思ってますはいやばいまだ一個しか質問終わってないようんとあそのことない二個いった三つ目いきます、えー、良平さんありがとうございますこの後もご質問は続いていきました西戸明子学校話し方教室の無料説明会その一部をご覧いただきました 説明会は今週末、2021年5月28日金曜日の夜にも行います。概要欄にリンクを貼っておきます。誰でも無料で参加できますので、ぜひご参加ください。そして、もう学ぶって決めているという方は話し方教室お申し込みいただけたらと思います。すでに Facebook グループの中で生徒さんと交流が始まっています。 皆さんと一緒に学べることを楽しみにしています今日も最後までご覧くださってありがとうございました西戸明子でした